さて今日は成人の日です。これからの時代を担う20歳の若者たちに将来の夢を聞きました。道内では昨日成人の日を前に多くの自治体で20歳を祝う式典が開かれました。北広島市では初めてエスコンフィールド北海道が会場となり、ファイターズの選手からお祝いのビデオメッセージが送られました。本日成人の日を迎えられた皆さん、そしてご家族の皆さん、本当におめでとうございます。人生の節目を迎え、新たな一歩を踏み出す若者たちが思い描く将来像を一掘りします。一掘り。アイチーズもう一枚。民法改正によりおととしから成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、受験や就職活動と重なることなどから多くの自治体が従来通り20歳を祝う式典を開催しています。札幌市では今年度20歳の1万7909人を対象に各府ごとに門出を祝いました。よかった。久しぶりです。2年ぶりぐらい。2年ぶりくらい。ここはしょっちゅう会ってるけど。これもちょっと。これ中学の時。中学。いい大人になってよかった。大人になったなって感じだよね。小学校からの幼馴染だという3人の男性。コロナ禍で高校時代を過ごしました。マスクの時代が長かったり、修学旅行にも行けなかったりと不自由はあったんですけど、でもやっぱりそれでも高校時代も小中と一緒で大切な青春時代を過ごせたなって自分の中では思えています。ママ振り袖なんで、なんかそれに合うようにちょっとシックに可愛い、可愛い。ママも着てたってなったら嬉しいです、はい、幼馴染です。幼稚園から、おままごとが多かったから、鬼ごっことかかな。時に経つのは早かったなって思います。さらにこちらの女性2人は双子です。双子です。一番近くにいる親友みたいな感覚です。2人分なんで、なんか育ててくれたお母さんとお父さんに感謝の気持ちでいっぱいです。これからの時代を担う若者たちはどんな未来を思い描いているのでしょうか。20歳の抱負を聞いてみました。私スポーツトレーナー目指して学校通ってます。オリンピックを一緒に帯同できるトレーナーさんになりたいと思って頑張ってます。将来の目標が客室乗務員なので、それに向けてこれから資格とかどんどん取っていきたいなと思ってます。飛行機の事故起こってたんですけど、やっぱりその客室乗務員さんとかそういうスタッフさんの迅速な対応っていうのがすごい憧れにさらにつながったので、さらに目標になったかなと思います。救急救命士の子です。石川県の方は実習で行ったので、ちょっといろいろな思い出があってちょっと泣きそうですけど、まあ、将来そういう人もちゃんと助けたいなと思います。